35歳側のビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別企画番外編実践編にオートキャドマスターへの道。ビムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。おかげさまでたくさんの方にチャンネル登録いただいています。ありがとうございます。ビムシムを使いこなすことに的を絞る、操作をするっていうのもいいんです。でもその操作をした結果、こういうのが分かりませんとか、こういうのを少し解消したいというのも当然出てくるかと思うので、一問一答というところの形式でしています。本当は質問の中にはいろいろ複合するものも出てくる場合があるんですが、ちょっとそこはおいおいにお話しするとして、一問一答形式。今月来月ですね、11月、12月はオートキャドについて主に中心にお話をしています。ご質問があります。直前に選択した図形を再度選択したいというところですね。直前に選択した図形だったりとか、動作もそうですが、マウスの右ボタンを押すと直前のって出てくるので、そちらで再開することが可能です。無料のオープンチャットですねがございます。よろしければご参加ください。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーボタムでした。